種類の水牛ですね。この子たちはアジア系の水牛ですね。で、今度右手見ててくださいね。今度角の丸まった子たちがいます。へえ。あやそこに2頭いますね。角が丸まってるタイプ。あれはね、ヨーロッパ系の水牛ね。ヨーロッパの方がやっぱり大きいですね。あの子たちはね、モッツァレラチーズを作るための乳牛で、この子たちは昔から人間のお手伝いをしてきた農耕の。手前にいるのはこれアジアとヨーロッパのミックスで、ハーフの水牛ですね。唯一、この子がうちで一番体の大きな水牛。800キロぐらい体重ありますね。すごい。頑張れ、行こう。バスが到着したバスです。左に曲がればさっきの和みの塔まで続くメインストリート、左に曲がると本能寺市、海津浜、本能寺までが自転車で10分。はい、U ターンしてゴールです。お疲れ様でしたらお顔もぜひ見てあげてくださいね。ただ角周り1メーター以上避けていただいて、体には触れないようにお願いします。Thank you.